はいどうも、アルティメット工房のサミです。今回はこちら、嵐さんが表紙のデュエット10月号を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。嵐、今を語る。私結構デュエットさんの表紙のこの手触りがすごい好きです。はい、早速ね見ていきたいと思います。一番最初のページにスノーマンの皆さんの厚紙のデータカード的なのがついています。生年月日、血液型、座右の銘、必殺技が書いてあります。最初はね、嵐の皆さんのページがありまして、その後にキング&プリンス最新アルバムトークで見えた大切な笑顔の話、アンドラブな存在、セカンドアルバムランドリリース、そしてライブへと意気込みいっぱいのキング&プリンス。今月はアルバムトークと近況をお届けするよ。メンバーカラーをまとい、クールな表情で魅力いっぱいのカットにも注目してね。最初のページは1ページで5人分のカットがあります。次のページからはメンバーソロのインタビューのページになっていて、背景はメンバーカラーになっています。高橋くん、今回はおでこを見せているセンター分けになっています。メンバーが答えているのはランドについて、そしてアンドラブな君について、そして近況、この3つが載っています。もうお手元にアンドラブ届いている方が多いかと思いますが、皆さんはどの楽曲がお気に入りでしょうか？この質問すごく聞かれるんだけど、一通り聞いて結局私がこのアルバムで一番好きだなって思ったのはブレイクアウェイっていうタイトルの曲でした。発売前にタイトルの一覧を見て気になっていたのは生活かっこ仮、高橋海人くんがプロデュースをした楽曲でした。その他にも岸くんがプロデュースした俺線っていう曲はツイッターのトレンドにもなっているほどでしたね。高橋海人くんはそんな岸くんのエピソードも書いてくれています。そしてアンドラブな君、これは何が自分を笑顔にしてくれるのかっていうような内容なんですけど、私の場合はもう生活の一部にこういう YouTube の活動っていうのがもう1年2年続けていて当たり前っていう感じになってきているので、この活動をすることで出会った皆さんの存在が私を笑顔にしてくれるなっていうふうに思いました。今皆さんが見てくださっているこの動画、撮っている時はカメラに向かって一人で話しているんだけど、撮影が終わってからはティアラの人たちとお話ししていて、皆さんのおかげで充実した一日を日々過ごせているなっていうふうに思います。最近の近況、最近は前にも紹介していた事故物件怖い間取りっていう映画を見に行きました。ガトゥーンの亀梨くん演じる主人公がファンの方と交流をするっていうシーンで、監督も撮影時には確認できなかったとある声が入っていたそうで、私は気づかなかったんですけど、結構ね、いろんな人が「あそこあやって言ってるよね」みたいなことを言ってて、もう一回見に行こうかなっていうふうに思っています。高橋くんのインタビューランド、メンバーがプロデュースした曲もテイストが違ってバランスがいい感じというふうに言ってくださっています。永瀬くんのランドについては、アンドラブのミュージックビデオは最初から終わりまでノンストップのワンカメで途切れさせずに撮影したんだけれど、間違ったらダメなのでリハーサルの時から緊張感があったけれど本番では上手に撮影できたよっていう風に書いてあって、こちらはアルバムランドの初回限定版 A にその時の様子も収録されているので、ぜひ見てみてください。神宮寺くんのアンドラブについて、アルバムの曲でおすすめしたいのは通常版の収録曲バンス、歌詞が全部英語で難しかったっていう風に言ってるので、通常版に収録されているバンスも聞いてみてください。一度ねテレビで披露してくれましたね。岸くんのアンドラブな君、大事にしてあげたいのはブルーレイレコーダー。最近は誤作動をする時があるんだけれど、なんとか頑張って録画した番組を見せようとする感じが愛おしいって言ってて何この平和なエピソード。平野くんのアンドラブな君、ファンの皆さんは大切だから笑顔にしたい存在、今度のライブは広くいろいろな方に見てもらえると思うしすごく楽しみというふうに言っています。86ページのハグザキング&プリンス、セカンドアルバムリリースに続きライブツアーもスタート直前、
ファンの笑顔を見るのが待ち遠しいメンバーの最新スマイルをお届けします。カイトで撮って、今回のタイトルはレンのバックショット。レンレンのほのぼのトーク、尊敬する先輩とのエピソードトークをお届けだよ。この尊敬する先輩というのはキスマイフット2の玉森くんのことですね。そしてジーンズパレット、今月はちょっとファンタジーな回答の神宮寺です。クエスチョン、虹の七色の中で好きなのは何色。岸くんのリーダーは辛いよ、そばにいないとわからないとっておき情報をゲット。キング&プリンスのリーダーになる前、人生でリーダーになったことはありますかという質問に答えてくれています。最後、どっちの平野翔、秋を満喫する準備万端な笑顔と一緒にどうぞ。スポーツの秋と食欲の秋、楽しみたいのどっちという質問に平野くんが答えてくれています。さらに What's Do You Want のハグ、胸キュン必至のウィンクを披露してくれたメンバーたち。今月はいよいよ平野翔が登場。できないよと言いつつ、読者のために何度もチャレンジしてくれた勇士と合わせてどうぞ。平野くん、ウィンクできなすぎてもう人差し指で目を閉じるっていうね、荒技に出ていますけれども、視力、目元、いつか見たい。平野くん、視力は悪い。高校生くらいから視力が落ちた気がする。根元、俺の目、小さい頃は今よりもっと茶色だったの。麦茶みたいな色をしてた。いつか見たい、宇宙の景色を見てみたい。大まかに話すとこんな内容が書いてあります。はい、というわけで今回のデュエット10月号、キング&プリンスのメンバーが載っているページは8ページありました。エンディングの後にはピンナップを紹介していきます。以上、アルティメット工房のサミでした。それではまず2つ折りサイズのピンナップから紹介させていただきます。じゃじゃん、こちらセブンメン侍の皆さんです。だんだんこういう背景の色が秋っぽくなってきましたね。衣装もそうですが、白は何とでも相性がいい気がするので、全体的に爽やかな印象を与えてくれて、なおかつ可愛らしい印象も与えてくれる、そんなピンナップになっています。そして裏側は白と反対の黒ですね。松村北斗さんのソロのピンナップになっています。プレミアムドラマ1億円のさようならが9月27日にスタートです。さて続いては四つ折りの大きいピンナップです。まずはこちら、ストーンズの皆さんです。田中樹くんは今のところ赤髪で安定してるのかなと思いますが、ジェシーくん髪の毛切りました？私はそこまで頻繁にストーンズの皆さんを見ているわけではないので、間違っていたらすみません。そして裏側はキング&プリンスの皆さんです。なんかたくさんいるって思ったら1人2カットずつ載ってます。これを見た時にキング&プリンスと GU とかユニクロとかがコラボしてほしいなっていう風に思いました。今回のセカンドアルバムランドではメンバーのプロデュース曲が入ってたと思うんですけど、メンバーそれぞれが洋服をプロデュースするのも面白いんじゃないかなってちょっと思いました。はい、ということでデュエット10月号、1冊770円税込みとなります。表の表紙は嵐の皆さんですが、裏の表紙はハイハイジェッツの皆さんになっています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。